なんとか配信に映れる顔にいたしました。髪の毛もちょっとやったし、いや、コンサートの次の日はやっぱりね、体がね、体と頭がね、重いですね。タッタさん、ありがとう。そう、重いっていうか、なんか動かないですけど、そうですけれども、なんとか準備いたしました。頑張ってそう、こんばん。そう、結構寝たら回復はしたんですけどね。こんばんは。大ちゃん、全然余裕ですね。うん。でもここ何日かの疲れが蓄積しちゃってたんで、ずっと久々にオフでなんか。たりできました。ちょっと手を置きたくなっちゃうな今日はゆったり配信しますよ。感想大会ですから。でも結構そう、カメさんありがとう。いや、昨日はもう力を出し切って終わったので、久保さん、しめちゃいさん、ありがとう。疲れたまってるのに立ちっぱなしでって配信だなんてああ、椅子もね、あるから後で座りますよ。いや、じゃあ座らせていただく。では座らせていただきます。ってのがね、あ、乾燥だって。できたんですか？乾燥できたんですよね。お疲れ様だね。ちょっと怒らせようか。会社の人に声どうしたのって言われた。声出しすぎて。いや、そうだよね。ホールもたくさんありがとうございます。私もでも昨日はもう昼夜と歌いすぎて、今日もちょっと調子悪いか。愛知2階真ん中に来てくれてありがとう。近くで愛知見れました。ありがとう。でもそれ、私はそうね、あ、ハニャありがとう。昨日はもうアドレナリンでコンサートの時はずっと声がすごい調子が良かったんですね。空き缶パンクで惚れました。え、本当に焦って、うちはうちは事件。大ちゃん、ありがとう。そうでした、最高だった。ちょっと待って、ね、あ、りあちゃん、ありがとう。大ちゃん、ありがとう。カメラにたくさんありがとう。カメラでも撮ってくださった皆さん、ありがとうございます。全然変わらない、うち大好きなんで、ありがとう。1年前と比べたら成長できてるんじゃないかなってすごい思った。あいち、レスナーで撮りやすかった。 ありがとう、嬉しい。こんばんは。ちょっと今はそうね、あの表情が表情に出ちゃってた。大ちゃん、ありがとう。ないし、メールも送ったり送りたいんだけど、なんか何から触れていいのかちょっと頭の中で整理中ではあるんだけど、
キドキするからね。どういう体勢、あのね、ちょ、4日からないとね、この見え画面をちょっと、近くに来なくて残念だって、コンサートね、ああありがとうね。ちょっと近くに行けなかったところもあったかもしれないんで、そう、みんなのこと本当イケメン白いの、後ろの白いのこれかな。2階から3階に変更してもらったの、違う違う、あの昨日2階だったんです、君好きの時に、君のことが好きやけの時に2階、3階にワンちゃん頑張ればいけるかなっていう、めっちゃ急げばいけるかなって感じだったけど、2階担当だったんで、そう、うわー3階行きたいと思ってたけど、ダメ元でスタッフさんに、え、あのちょっと2階、まあ一旦回り終わったら3階に行ってもいいですかって聞いてみたら、でもうスタミナのこと考えずに3階までもう行きました。交渉したらいいよって言ってもらえたんで、もうだからヘトヘトの状態でさくらんぼ、さくらんぼだっけ、やったさくらんぼじゃない、早送りカレンダーか、あ、違う、さくらんぼか、さくらんぼやった、鼻血でハート作ってたね、あー見てくれて、カメさんありがとう。そうそう、3階に行き、そうそうそう、体力的になんかずっと踊って踊る流れだったからさ、あのセトリ的に結構きつかったけど、まあまあまあ足は大丈夫でしたね。フルマラソン走れた足だからもうなんか全然大丈夫だったけど、疲れた疲れた、めっちゃ疲れた、うん、だって3階まで行くのはあの階段なんですよ、いつもエレベーターがあったりするんだけどなくって、今回も1階から3階まで階段で降りて登ってってやってたから、もう結構あの疲れた、心臓が結構疲れた、でしかもマラソンじゃなくてもなんか結構のダッシュ、短距離走並みのダッシュだったんで、もう結構その後1回出てって客席を通って戻るとかも、あそこも結構長いから道のりがだいぶやられましたが、スタミナ的には。でも3階がファンの方多いなってちょっと思ったので、ツイッターとか見てたら、だから行けてよかったなとは思います。ね、ハワイ行こうからね、そうみんな客席に出れてなんか楽しかったよ本当。え、アーカイブ見ます。見て感想ちょうだい。カラコン綺麗でした、ありがとう、嬉しい、本当結
構でもファンの方と しますけど、今ちょっとじゃあコメント流れちゃったらごめんなさい。一旦座ります。なんかうちわってどれぐらい見える？結構見えるよ。でも2階3階はでも実際見に行って見えたけど、トマさんありがとう。2階3階2階いるけど、1階は後ろの方でも全然って感じ、うん、そう今ここキッチンナウ。塩分制限で迎えたい。ハワイエコ浜さん ありがとう。そうそう、塩分制限してたのよ。コンサート前はやっぱちょっとむくみたくなるなとは思って、むくみ対策でちょっとしてて、あんまりそう塩をね取ってなかったのね。さすがにコンサートの日はきつかったんで塩分チャージ1個舐めてたけど、マットさんありがとう。そう、した時が美味しくて、そう。今日はラジオありません。今日も。近々、あいつだろう。いつになるのかな。でも近々ちょっと感じですね。デトックスね。昨日だからお昼はハワイから始まって、ハワイね、いいね、ハワイ旅行マジでいいな。行きたい。誰だろう、たあおちゃんファンの方かな。後からあげます。ハワイアンズね。あ、もう15分だ。1470。ハワイアンズじゃないよ。ハワイ。え、あ、待って、そういうこと？ねえ、てかみんなに嘘。え、嘘？本当？ハワイアンズ旅行ね。だってさ、なんかハワイアンズだったら分かるんだけど、あおちゃんが言ってたのハワイアンズ旅行みたいな言ってなかった？アンズって、え、何アンズ、え、聞き間違いよなとか思ったけど、そう、そうだよね、そりゃそうですよね。今考えたらね、そうだよね。いました。ねえ、マジか。そう、おもろい、そういうことか。まあでもいいじゃんね。ハワイアンズもいいよ。ハワイアンズもハワイと比べちゃうとちょっとあれかもだけど、あれハワイアンズ行ったことないんで、ハワイと思ってたんだけど。
同じく今知った、やばい、びっくり。まあだからハワイの、その抽選やってる時とかもなんかこ結局そのそっちなんて言うんだろう、全然気にしてなんなかったのよ。あのこっちはこっちで結構いただいたんだけど、なんかそう周りにファンの方いっぱいいて、アイチイエーイみたいな言ってくださったりして、なんか結構楽しんじゃってたので、あの抽選どころではなかったというか、あのそうこちらはこちらで結構楽しんじゃってます。え、私の近くにいた人いないかな、あの私、あファンの方はいたんだけど、アイリー推しの方もいたんだけど、結構周りにファンの方いたよね。そう、メインステージ見てなかった私も。